どうもありがとうございます。だんだんこうやってね、暗くなると雰囲気が出てきたような気がしますので、まあ俺はもう本当にここまでね、やりたいことはやってきたしね、言いたいことは言ってきたし、本当に実に幸せもんだと思う。よくみんなからもね、千春はいいねって言われるね。自分の好きなことができて千春はいいねって。けど確かに俺は好きなことをやってきた。だけど絶対勘違いしてもらわないでほしいなと思うな。俺は自分にかけたからね、勝負してきたからね、ここまで這い上がろう這い上がろうと一生懸命やってきたからね、その努力は絶対忘れてほしくないなと思います。普段はバカみたいなことばっかり言ってるけど、俺は俺なりに一生懸命やってきたつもりだし、高校卒業して大学にも入れんくて、バスケットやりたかったんだけどね、結局できなくて、北見という町でバーテンやってて、もちろん歌は歌いたかったです。その時に俺みたいな人間と会ったら、俺もそいつに対して自分の好きなことをできていいですねって言ったかもしれないけどね。けどバーテンやってて、やっぱ歌歌いたかったから、いつでもこう枕元にですね、ギター置いといてね、仕事終わってからギターつまびいたりね。その時は自分に月が向いてないんだ、今は自分の方向に月が流れてきてないんだな、自分にとっては我慢する時期なんだな。そして武田さんと出会ってやってみないかと言われた時に、ここだなと思ってかけてみることにしました。果たして自分の力がどれだけあるかわからないけど、自分自身にここで勝負しなきゃいけないなと思って、チャンスっていうのは誰にでもあると思います。公平にあると思います。ひょっとしたら好きなことをやってる人間を見ていいですね、そういうふうに問う人間はそのチャンスを見逃したんじゃないだろうか。またそのチャンスが来ても勝負を避けたんだ、そして自分自身に自分の全てをかけるのが怖かったんじゃないだろうか。戦うということは今非常に嫌われてる言葉かもしれない。戦うということは戦争につながるような気がするからね。もちろん戦争なんてのは反対に決まってるわけだけど、けど戦わなきゃ何もできないし、何もつかむことができないし、ただじっと黙ってて自分のやりたいことすべてできる、それほど人生ってのは楽しいもんだとは思ってないです。ぜひみんなにも、人生ってのは非常につまんないもんだ、くだらないもんだ、だから楽しくしたいんだ、面白く生きていきたいんだ、そういうふうに考えてもらいたいなと思います。戦ってほしい。特に男はもっともっと戦うべきだ。暴力を振るうことが、それが戦いの全てじゃない。いろんな戦い方があるんじゃないかなと思います。欲しいものがあったら与えられるのを待ってるんじゃなくて、自分で奪い取りなさい。自分の力で自分の手に掴んでほしい、そう思います。昔俺うちが、親父新聞やってて食えなくて、そういう時に正直言って本当に毎日どうやって食ってたらいいだろうかみたいなね、
よそ様見て羨ましいと思ったこともあるよ。他の家庭はいいな、いつも親父やおふくろがちゃんといて飯がちゃんと食えて、そう思ったこともある。けど恵んでもらおうとは思わなかったね。その人に頼りたいとも思わなかった。金がないからじゃあ誰かが差し伸べてくれるか。みんなだって生活があるからね、構ってはくれないよ。だからといってその人は情けのない人間だとは思わない。それが当たり前だと思う。それ以来頼っちゃいけないな、誰にも頼っちゃいけないなと。間違った考えだったらごめんな。俺がここまで来てそうやって感じたの。誰も頼っちゃいけない、頼れるのは自分自身だけだ。その代わり頼ってない人から何かをしてもらったらその感激が倍になるし、感謝も倍になるし、また同じことをやってくれるだろうか。そんなこと絶対また頼っちゃいけない、自分自身が惨めになるから。欲しいなら自分で掴むしかない。みんなもいろんな状況の中で現在があると思うけど、こっから少しでも上へ這い上がっていくためには自分の力を信じて自分で掴み取っていくしかない。誰も頼っちゃいけない、自分自身を頼ってほしい、自分自身をかけてほしいと思います。
よくラジオやなんかでしたよね。ガキの頃さ、自分うちの環境を見てさ、自分で人生っていうのはゲームなんだなって、そういうふうに慰めてました。自分のうちがこんなにボロなのもね、一家揃って飯食うこともないのも、全てこれはゲームなんだ、そういうふうに自分自身に言い聞かせてました。ゲームには必ずルールがあるし、制約があるし、今の自分の環境というのはそれなんだ、だから俺はこの中で自分のやりたいことを掴んでいけばいいんだな、そしたら俺はこのゲームに勝つことになるんだな、そんな風にガキの頃思ってました。全くそうだと。今26になっても自分自身、人生はゲームなんだな、そんな風に思うし、このルール制約の中で自分の夢を、勝利を勝ち取る。みんなもこのゲームに勝ってほしいね。ぜひ勝利者になってもらいたいなと思います。何のために生まれたんだろう、何をすればいいんだろう、そんなことは死ななきゃ分かんない。そんなこと考えるより、今この状況の中で果たして自分はこの勝負に勝てるだろうか、勝とう、そういう意識をもっともっと持ってほしいと思います。この勝負に勝つコツが一つだけあります。死なないことだ。どんなことがあっても生きてこのゲームを続けるべきだ。それが自分が知ったただ一つの勝つための道だと思ってます。死んだらゲームはそれで終わっちゃうし、生きるべきだ。楽しくこのゲームを勝ち上って行くことだ。Ooh.
その海は砂の上遠く海なり耳にして眠れその赤く燃え咲く浜那須を望んで遥か道の最果てに風は冷たく吹き荒れる どうもありがとうございます。本当に今日はたくさんのみんな集まってくれて本当に嬉しいです。みんなにはこの姿しっかり見ていてもらいたいし、この声もしっかり聞いていてもらいたいし、俺は勝ったと思う。俺はこの6年間の勝負に勝ったんだと思う。だけどひとときの勝利に酔いしれてちゃいけないし、また新しいゲームが待ってるからね。また新しいゲームに挑戦しなきゃならないし、だけど今だけは酔わせてほしいんです。勝利者として
勝ち誇っていたいんです。俺は俺なりに頑張ってやってきたし、力いっぱいやってきたし、そしてこの姿を一生懸命応援してくれてたみんなに、そしていつも支えててくれたスタッフのみんなに見てもらいたかったんです。もう新しいゲームが始まるなっていうのは分かってました。長い夜という曲がああいう形になった時に、ああ俺は勝った、次のゲーム行かなきゃ、それは分かってたんです。だけど結構勇気がいるんだよね、次のゲーム行くの。勝利に酔いしれてる方が楽だし、また挑戦者になるの寂しいなと思ってたけど、けどまた勝負していかなきゃならないから、けどみんなには約束するよ、絶対俺また勝つよ、次の勝負にも絶対勝ちます。勝ってまた勝利者としてこのステージに戻ってくるよ。だからみんなも頑張ってさ、自分たちの勝負絶対逃げないでさ、一つ一つ勝ち上がってってもらいたい。せっかくここまで来たんだもん、戻るの嫌じゃない。もっともっと前へ進んでいきたいし、俺はいつかこの北海道と差しで勝負ができるぐらい大きな男になってみたいな、それが夢だからさ、とりあえず北海道のやつ今日は俺に塩撒いてくれてさ、昨日まで雨だったのにいい天気になりやがって、けどいつかこの北海道にも勝つぐらいの そんな男になってみたいと思います。白い雲に乗り風を追いかける、山の向こうは広い草原、汽笛を残し汽車は東へ東へ走る、
流れる川を横切る牛の群れ行く戸惑いながら溢れる日差しに揺れる花を今の私に全てが見える。